集会に参加された皆さん、こんにちは。今日はいいお天気で良かったですね。日本共産党の志位和夫です。共産党を代表して心からの連帯のご挨拶を申し上げます。この間米国政府はキャンプ座間に米陸軍第一軍団新司令部を年内に立ち上げ、来年9月までに本格的な移転を行う、原子力空母ジョージ・ワシントンを来年8月に配備すると一方的に宣言をしました。福田内閣はこうした乱暴な言命に一切異議を唱えず容認し、県内の基地強化をなし崩し的に推し進めようとしています。米軍再編を許さない戦いはまさに正念場を迎えています。ただ皆さん、これに対する強力な反対の声が今全国で連鎖的に湧き起こっています。沖縄では11月にキャンプシュワブを人間の鎖が包囲する行動が行われ、岩国では昨日国の周知に怒りの1万人集会が予定の1万人を超えて1万1000人で大きな成功を収めました。そしてこれに続く今日の座間の大集会も2年前の大集会に匹敵する素晴らしい集まりとなりました。全国で自治体ぐるみ、住民ぐるみの運動が広がっております。今日の集会を契機に全国と連帯した戦いをさらに前進させようではありませんか。皆さん、戦いを前進させる上で我々の戦いの大義に確信を持って頑張ることが大切だと思います。まず第一は、米軍再編最終合意から1年半が経過しましたが、今なお座間への新戦争司令部移転、横須賀への原子力空母配備、岩国への関西機空母関西機移転、沖縄での新基地建設などの主要な計画で地元自治体、地元住民の合意を得て進んでいる計画は一つもないではありませんか。再編交付金という卑劣極まりない手段を講じても、それに屈せずに受け入れのうの自治体ぐるみの運動が広がっています。金で心は変えない、このことが示されているのではないでしょうか。座間でも米軍は19日に新司令部の立ち上げ式典を行うと言っておりますが、この式典の招待を受けた座間市の星野市長は、今の状態で発足式に出席するのは好ましくないときっぱり拒否する立派な態度表明をされています。相模原市長も欠席の意向を表明し、周辺5市、横浜、大和、厚木、海老名、綾瀬市長も含めて招待を受けた7市長全員が欠席の意向を表明されています。皆さん、こういうのをソース感というのではないでしょうか。たとえ力ずくで年内に新司令部を立ち上げたとしても、世界のどこにでもいつでも出撃できる巨大なマグニコイン部隊の司令部として本格的に機能させようとすれば、大規模な訓練センターやハンビーという多目的装甲車を300台規模で事前展開する基地づくりが必要となります。
その一つ一つが住民と自治体の激しい抵抗を呼び起こさざるを得ないでしょう。地元自治体住民の合意のない基地計画は必ず行き詰まり頓挫します。これは戦後の基地闘争の歴史が証明しております。ここに大いに確信を持って頑張り抜こうではありませんか。第二に、さらに大きな目で見れば、国民の声が政治を動かす新しい政治状況が生まれています。沖縄では沖縄選挙箇所問題で11万6千人の県民が参加した県民大会が福田政権を大元から揺る動かし、政府に教科書の記述を訂正することを余儀なくされるところまで追い込みました。11月1日にはインド洋から自衛隊が撤収を始めました。撤収命令を出した本当の力は石破防衛大臣でも福田首相でもない、国民が撤収命令を出したのであります。戦前戦後の日本の歴史を通じて国民の声で軍隊を戦地から呼び戻したのは初めての歴史的な快挙ではないでしょうか。こうした新しい政治情勢が切り開かれていることにも大いに確信を持って運動を広げましょう。そして憲法違反の新テロ特措法は必ず廃案に追い込もうではありませんか。大義という点では米軍再編を押し付ける側に大義があるでしょうか。米軍再編の目的は世界中のどこにでもいつでも殴り込みの戦争ができる体制づくりと、そのための基地強化、恒久化であります。そんな物騒な体制づくりのどこに大義があるというのでしょうか。アフガニスタンを見てもイラクを見ても大義どころか世界の平和を破壊する震源地にこの神奈川をしようとするものであって、断じて認めるわけにいかない、このことを言いたいのであります。戦後63年間にわたって皆さんを苦しめ続けてきた爆音と基地被害を未来永劫にわたって押し付け、さらに原子力空母の母港下で首都圏3100万人の住民を核の恐怖に押し付ける、こんな厚顔無恥な企ては絶対に許すわけにいきません。加えて皆さん、この計画を進めている勢力は一体どんな勢力か。軍事利権にまみれた勢力ではありませんか。逮捕された森谷前防衛事務次官は米国言いなりに米軍再編を取り仕切ってきた中心人物であり、米軍再編予算の3兆円までが利権の対象、西軍財の食い物にされていたという疑惑が広がっています。疑惑の闇は歴代防衛大臣、政治家にまで及びつつあります。日米同盟だとか国益だとかを持ち出して米軍再編を押し付けながら、自らの手は利権にまみれ私利私欲でうごめいていた、こんな勢力に住民と自治体に米軍再編を押し付ける資格は断じてありません。私が言いたい、自らを包んでいる底深い疑惑の闇こそ晴らせ。日本共産党は軍事利権の徹底究明のために皆さんともに力を尽くす決意を述べたいと思います。最後に皆さん、11月に来日したゲーツ国防長官は米軍再編について、一本の糸を抜けば全体がほどけてしまうと言いました。
新国防副長官は、米軍再現はパッケージで積み木のようなものだ、一つ修正したら崩れてしまうと言いました。神奈川首都圏の戦いも沖縄の戦いも岩国の戦いも全国どの戦いも米軍再編計画全体を突き動かす力を持った戦いです。一本の糸が抜ければ、一つの積み木が崩れれば、この計画は全体を葬り去ることができます。全国の連帯した戦いでこの企て跳ね返そうじゃありませんか。日本共産党は皆さんと共に最後まで戦い抜く決意を込めて挨拶といたします。共に頑張りましょう。どうもありがとうございました。皆さんもう一度大きな拍手をお願いいたします。